ほら、どうですか。ほら。いい感じで熱が入ってるでしょ。これですよ。この状態。完璧じゃないですか。どうも、料理の兄貴、リュウジです。本日、ご褒めさせていただきます。相棒と一緒にですね。皆さんの大好きな国民食といえば何でしょうか。そうですね。サラダチキンですね。味の素を使って、めちゃめちゃ簡単にですね、お家でサラダチキンができてしまうっていうですね、魔法のようなレシピを皆さんに特別にお教えしようと思います。もうやっていきます。はい、それではね、やっていきたいと思います。テンション上げてこぜこの美味しそうな鶏胸肉、グラムで言うとね、220g、ちょっとね、小ぶりの胸肉です。こんな感じで、はい、穴をね、開けていくんですよ。で、裏側も、はい、この皮の面もね、はい、こんな感じで、お塩小さじ半分ぐらいで大丈夫です。はい、お砂糖がね、小さじ3分の1ぐらいですかね。これも全体にこんな感じでね。で、肉の量が多くなるにつれて比率は増やしていってください。はい、 300g だったら小さじ、3分の2とか、お砂糖が小さじ半分とかになりますね。はい、そしたらですね、お待たせしました。味の素、はい、1振り2振り3、これもね、すり込んでいきます。これをね、すり込むことによってね、うまみがね、鶏肉に加わって、味の素マジック。本当はね、ちょっとね、置いといた方がいいんですけども、味をなじませた方がいいはいいんですけども、フォークで刺してあるので中までよく染みてると思います。お皿とかでも全然平気です。で、これにポコッと入れてあげてください。はい、お酒です。小さじ1入れてください。ラップして、このね、肉の大きさだと3分やります。 300g だったら3分半ぐらいやっていただきたいなっていうふうに思いますので、これでチンしていきます。今チンってなったんですけど、この状態で開けないでください。開けない。開けずに5分休ませます。そうするとじわりじわりとですね、中にあれよ、なんていうの、熱がね、こう、5分待ってください。はい、ということでですね、5分経ちました。チキンです。で、こやつをですね、こんな感じでちょっとやって、ツイッターだと裂いたんですけど、切ってみようかな。なんでボールに移したのって感じですね、これね。こんな感じね。ほら、これどうですか。ほらいい感じで熱が入ってるでしょ。これですよ。この状態完璧じゃないですか。あ、完璧ですね。ちょっと火が通ってないなっていう場合もあると思うんですけども、そしたら数分でチンしてあげればいいだけの話なんでね。柔らかそうになってますよ、これは。盛り付けていきましょう。だし汁、レンジした時に出たつゆなんですけども、上からかけてあげると旨味がね、すっごい溜まってるんで、これレンジでできる超簡単サラダチキン、完成でございます。はい、ということでですね、できましたので、食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。この部分からですね。どうやろうか。すごいね、これね、何回か作ったんですけど、これほんとすごいです。めっちゃ柔らかいです。胸肉ってタンパク質も豊富だから健康にいいんですよね。味の素味がついてるので、すごくね、旨味もすごいです。マジしっとりしてます。パサパサじゃないんですよ。胸肉って結構加熱すぎるとパサついちゃうんですけども、これはね、パサつき全くないんですよ。味変カンフージェネレーションしていきます。まずわさび、お刺身的な感じですね。わさび合います。おつまみ寄りになりますね。からしです。これも絶対美味しいでしょ、これ。うん、鶏チャーシューみたい。すっげえうまい。からしマジうまいです。粒マスタードですね。これが一番ビールだ。相性がいいですね。すっごい美味しい。ラーの油ですね。これはうまいでしょ、これ。あ、これマジたまんねえ。香りがすっごい良くなります。うまい。まあ、これも絶対合うでしょ。ブラックペッパー。これもめっちゃうまい。何にでも合う。僕はちょっとラー油推しですかね。ラー油すげえ美味しいですね。例えばサラダに乗っけるとか、ご飯のおかずにするとか、いろんな用途でできますので、ぜひぜひ試していただきたいなっていうふうに思います。皆さんもぜひやってみてください。今回の動画、みんなどうだったかな、どうだったかな、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思っていただいた方、ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。味の素もよろしくお願いします。
します。